ご視聴ありがとうございます。こちらのチャンネルでは暮らしをちょっぴり便利にをテーマに素敵な商品やサービスを紹介しております。今回はピークデザインから発売されておりますキャプチャーを紹介します。本商品リュックなどに装着することでカメラを持ち運べるものとなります。カメラを持ち歩く際、今までショルダーストラップを使っていたのですが、持ち歩く際お腹周りでカメラが跳ねる感覚がとても不快でした。そんな中、カメラの持ち運びに便利そうな本商品を見つけたわけです。こちらの動画ではキャプチャーの開封の様子と私が感じた使用感を紹介します。ウェブ上では好評ですが実際のところは？ということで、本商品が気になっていた人はぜひ最後までご覧ください。それでは早速開封を進めていきましょう。箱からしておしゃれなのですが、このように開けると商品が出てきます。このまま商品を取り出せるのかと思いましたが、そうではなくサイドから商品を取り出す仕様でした。箱の内側は二重構造になっており、まずは下段に入っていた袋を取り出します。袋の中には、私は読んでいませんが、本商品のオンラインマニュアル的な QR コード、六角でキャプチャーを固定する予備パーツ的なもの、そして六角が入っていました。それでは本体を取り出しましょう。苦戦しながらもキャプチャーを箱から取り出しました。続いて本商品の構造について紹介します。ネジを回し開閉することでリュックやベルトを挟み込む仕様になっています。またこちらはピークデザインのクイックシュープレートとなります。プレートをキャプチャーに挟み込むことでカメラを固定する仕組みとなります。一度挟み込むとサイドにあるレバーを押し込まない限り外れない仕様となります。このような作りはとても安心できますよね。なお一点注意が必要なのですが、キャプチャーはピークデザインのクイックシュープレートでないと使えません。例えばこちらはサンウェイフォトのアルカスイス互換プレートですが、このようにキャプチャーに引っかかります。ロックボタンを押して強引に通すこともできましたが、すると一転キャプチャーにプレートが固定されません。ピークデザインのプレートもサンウェイフォトのプレートも同じアルカスイス互換ですが、別メーカーのプレートは使えない点注意しておきましょう。さて実際にカメラの固定具として使ってみた感想ですが、個人的には少し合わなかったかなといった印象でした。ではなぜそう思ったのかというと、理由は2つあります。1つ目はキャプチャーとプレートの間にわずかな隙間があり、歩くとたまにカタカタ鳴るのが気になりました。私はソニー α7C とタムロンニッパチ200の組み合わせでキャプチャーを使っていたのですが、カメラとレンズで1キロちょっとオーバーしてくると隙間のカタカタ感は気になってくるのかもしれません。2つ目に少し合わなかったなと思った理由ですが、リュックのショルダーベルトにこのように固定して使っていたところ、汗でショルダー部分がかなり湿ってしまいました。これは私の発汗量によるものなのですが、ともあれ汗で湿っている近くにカメラを固定して持ち歩くというのはとても抵抗がありました。ということで、カメラを持ち歩く方法として私は今後キャプチャーを使うことはあまりないでしょう。あるとすれば APS-C 機やコンデジなど1キロを余裕できるカメラを持ち歩く際、かつ汗をかかない寒いシーズンならといったところです。ただキャプチャーにはとても期待している部分もあります。それは商品の箱にも使用例として紹介されているのですが、アクションカムの固定器具としての活用です。私自身は今現在持っていないので言うのもはばかられますが、最近の GoPro は水平維持機能やジンバルいらずの優秀な背ブレ補正があります。そのためキャプチャーを使い体に固定すれば、ウェアラブルカメラとしてレジャーやアクティビティに大活躍だと思います。
GoPro の他にも iPhone などのスマホをウェアラブルカメラにしてもいいでしょう。それらは耐水・防水はしっかり施されているので、ショルダーベルトが汗で湿っていても何ら問題ありません。ということで、当初購入した目的からはずれてしまいましたが、将来的な拡張性なども加味し、本商品の購入は個人的には良かったなと思っています。ただ、ある程度重量のあるカメラを体に固定する役割のみを考えると、私にとってはベストなアイテムではありませんでした。なお、少し先になってしまうとは思いますが、 GoPro などを固定するアイテムとして使ってみた際には改めて動画で紹介したいと思います。以上、最後までご視聴ありがとうございました。こちらの内容が少しでもお役に立てたようでしたら、グッドボタンやチャンネル登録をいただけるととても嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。